8625です。いやー久々に来たんですけどいいお湯でしたね。1時間くらい入ってたんですけどね。あの緑色で塩辛い輸出は健在でしたね。ですね、肩こりがちょっとひどかったもんで、だいぶ これでほぐせたかなっていう感じですね。それで帰りはですね、来るときちょっと迷っちゃいましたので、いつも帰ってるルートで物を豊坂インターで、三陸は乗ろうと思いますので、まあ、そちらまでちょっと下道ですね。今日祝日だったことも、祝日というか日曜日ですねということもあったんですけども、料金は500円で、まあ県内でですね、もしかしたらかなり安い方に入ると思うんですよね。涌谷町の天平の湯もですね600円に値上げになりましたので、こちらそれで500円ですのでかなり安いですよね。帰りもちょっと混んでる県道1号線を経由しないといけないんですね。ここも1号線なんですけども、この区間は結構空いてるんですよね。夕暮れなので、まあどの辺まで取れるかですけどもね。今佐沼方面に向かってるところですね。ここは結構下りなので走りやすいですけどもね。じゃあ明日も休みの予定なので、まあ明日もちょっと予定は特にないんですけどもね。オートレースでちょっと今日負けちゃったもんで、ちょっとショックが大きいんですけどもね。最近当たらないんですよね。
はさっきの国道なんですけどね、これはちょっと直進で、土地沼さんのところは特設なんですね。説ができませんね。もうこれ右の矢印が上についてるんですね。あーこのなんすかねこの渋滞は。すごいですね。これは何渋滞なんでしょうかね。イオンからですかね、出た車がちょっと渋滞してる感じですね。帰るルートはあと渋滞がないんでスイスイ帰れますけどね。
か前からすごいバイクが来ましたね。すごいですね。あんまり音はしないですけどね。この区間ちょっと地盤が悪いんで、なんか道路がすごいボコボコしてますね。さっき来るとき ここまで来ちゃったんで、ちょっと U ターンしたんですけどもね。
申してありますね。した分数確認して、どちらが早いかですね。多分来るときは間違った部分もあるんですけど、ちなみにこちらがまた国道ですね。国道はちょっと一瞬しか使わないので、左折ですか、ね、これは直進ですね。行けますね。ここたまに警察がですね、一時停止無視の車を取り止めしてるんですよね。気をつけなくていいんですけど、もう ひたすらタンプですよね。まあ、こちら県道15号線ですね。石の脇の表示が見えてきましたね。
かんないんですよね。傾いてきましたね。ね、車はいないんですけど、信号は変わっちゃいましたね。まあ、1台来ましたけどね。一応この動画は、石巻イオンで、終了しようと思いますので、かなり回送やってますね。こちらもちょっと道が悪いですね。都庁を入りますね。
これのルートが左折が多いんですよね。悪いですね、右折待ちなんですけども。気仙沼線に乗ってますね。この区間は確か走行してたと思うんですけどね。パトカーですね。これはちょっと分かんないですね。トラックに隠れてる感じなんですけども、ちょっとやらしいですね。
出てるんですか。でこれ橋を渡ってすぐですね、あの石巻市、まあ、物町っていうところに入りますね。町から結構あるんですよね。三陸使って大体20分くらい、かかる感じなんですけどね。この橋を渡ったら、市境っていいますか越えますので、登米市から、西の脇市ということですね。左折したか数えてきてほしいんですけどね。ここも左折なんですけど、左折なんで、あの右折待ちがないんで結構スイスイ行けるんですよね。間違っちゃうことがあるんですよね。過去に何回か間違っちゃって、
前のインターで降りちゃったんですけどね。ここはちょっと分かりづらいんですね。
は削ったんですね。この土を運ぶために、なんかダンプ3連発になってるんですね。新しい発見ですよね。さっきのパジェロジュニアは遅かったですね。なんか高齢者ドライバーのなんかマークがついてたんですけど、飛行機が2機ですかね。映ってないかもしれないですけど、右上の方に飛んでますね。あと2キロ。
車線もあんまり意味がないですよね。三陸渋滞っていうのは止まっちゃうから怖いんですよね。今のちょっと判断良かったですね。取締り検問は今日もやってますかね。だったりするんですよね。あーやっと着きましたね。だいたい50分といったところですね。行く時もこれくらいかかってたと思うんですけど、距離的には大阪とボートピアの方が近い気がしますね。後で距離検索はしてみますけども、多分ボートビアお札の方が近いかもしれないですね。三陸も何渋滞かたまに分かんない時があるんですよね。連休2日目ですから、多分遊びに来てこれから帰るっていう車が多いんでしょうね。直結のような感じなんですけどね。うわこれ三陸渋滞、これも始まってますね。三陸曲がれない渋滞ですからね。これは食品は入ってますかね。あこっちに取った方がいいですね。歩くのは仕方ないので、買ってから帰りますね。ちょっと動画は今日こちらで、ストップしようと思います。それでは失礼します。お疲れ様でした。